古近流は台湾の台南市出身のプロ野球選手。台湾出身選手としては、初の MLB 内野手であり、MLB 及び歴代においても、史上最も短い名字であった。なお、MLB 史上最長の名字は、ジャロット・サルタ・ラ・マッキア。2009年3月1日2003年1月31日に、ロサンゼルス・ドジャースと契約、プロとしてのキャリアをスタートさせた。 この年はルーキーリーグでプレーした。2004年は A 級まで昇格した。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。シーズンではドジャースの A 級でプレーした。同年のオールスターフューチャーズゲームに選出された。2006年3月4日オフの11月から12月に かけて開催されたドーハアジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では優勝を果たした。2007年8月21日2007年には同年のオールスターフューチャーズゲームに選出され、2年連続2度目の選出を果たした。このオールスターフューチャーズゲームで MVP を受賞した。7月12日にトリプル A 級に昇格すると9月の ロースター拡大に伴いメジャー初昇格を果たす。9月11日には台湾人野手としては初となる本塁打を放った。オフには北京オリンピックアジア予選のチャイニーズ台北代表として出場を果たした。2008年シーズンは開幕から控えのない野手としてロースターに入りスタメン遊撃手のラファエル・ファーカルの故障で大体遊撃手として出場が増えた。 しかし、打撃が2割に満たない不振で、結局ドジャースはロイヤルズからアンヘル・ベロアを獲得し、25人ロースターから外され、再びマイナー降格となった。オフの10月に開催された杭州アジア競技大会の野球チャイニーズ・台北代表に選出された。同大会では、準優勝を果たした。2011年3月5日、2010年12月27日に、 ニューヨークメッツへトレードされた。その後、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、アデレードバイトに所属した。インディアンスでのスプリングトレーニング2012年は、独立リーグであるアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスでプレーした。2012年に CPBL のギガイライノズにドラフト1位指名され、チーム史上初の元メジャーリーガーとなった。CPBL では、 外野手にコンバートし、主にレフトの守備についている。2017年開幕前の1月23日に第4回、WBC のチャイニーズ台北代表に選出された。2019年は2年連続となるベストナインを獲得した。シーズンオフの11月に開催された2019、WBCS プレミア12に出場し、キャプテンを務めた。同月15日のアメリカ戦では、 バックスクリーンへ一時勝ち越しとなるホームランを放った。2020年は4月18日の楽天モンキーズ戦で CBBL 史上23人目となる通算セムアンダーを達成した。これは試合数、打席数、打数で CBBL 史上最速の記録達成となった。6月に出身高校の OB のライングループで 監督の行為地中に不満を表した発言が同じグループの参加者によって PTT 上で暴露された。本人は弟が自分のスマートフォンを操作して書き込んだと釈明したが同月26日に球団側は会社のイメージを傷ついたとして2軍行きを命じられた。このトラブルがあり41試合出場に終わり2軍でもわずか2試合出場に止まった。 ゴルフを趣味にしているせいか、低い球に対してのダウンスウィングでの打撃が長所である。その一方で初球から打つタイプで子球が極端に少ない。MLB ではショートやセカンドとして出場していたが、肩の故障以来は CPBL でリフトに転向。ありがとうございます。